元気はつらつまちづくり、この番組は富良野市の提供でお送りします。おはようございます。毎月第3月曜日10時からは元気はつらつまちづくりをお送りしています。この番組では毎回まちづくりに関するさまざまな話題を取り上げ、ゲストとしてご担当者の方をお迎えし、いろいろとお話を伺っています。今日は富良野っ子の体力と運動能力をテーマにお話をお聞きします。ゲストは富良野市教育委員会教育振興課学務係長志賀光さんです。どうぞ最後までお付き合いください。3月に入って富良野地方でも暖かい日差しが続き、雪解けの匂いがします。コロナウイルスの脅威もほんの少しですが薄れてきて、富良野っ子たちが元気に外遊びできる姿が待ち遠しく感じます。今日の元気はつらつまちづくりでは、そんな富良野っ子の体力と運動能力がテーマということで、4月に中学生となる男の子と小学生の女の子に振り回されている主婦の私は、どんな話が聞けるのかとっても楽しみです。志賀さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずはじめに、はい、志賀さんが教育振興課でどんな業務をなさっているのか、簡単に自己紹介も交えてお話しいただけますでしょうか。はい、私たちの業務は、富良野市内にある小学校と中学校の教育環境を整備して、子どもたちの学びを支援することが、主な業務です。目新しいところで言うと、児童生徒一人一台端末と通信環境を整備して、タブレットと学習支援ソフトを活用した授業改善の取り組みを行っています。また富良野市の特徴的なところでいくと、特別支援教育に力を入れていまして、特別支援教育支援員という方をですね、各校に配置するなど、学校生活や学習面で困りのある児童生徒を支援しています。それから、ALT と呼ばれる外国語指導助手を5名全校に派遣して外国語活動とか英語の授業の支援を行っています。その他にも就学援助、それからスクールバスの運行といった保護者の負担を軽減するような取り組みも行っています。不登校支援、それから部活動の地域移行とかですね、課題はたくさんありまして、まあ、やりがいがある職場ですね。はい、なるほど。うちの子どもたちも ALT の外国語指導助手さんなどが来てくれるのがすごい楽しみらしくて、はい、あ、そうですか。あの兄弟で、はい、あの英語でじゃんけんしてますね、家で。私も混ぜてって言ってやりますけど、はいはい、そうですか。はい、あの簡単でした。楽しかったですよ。英語でじゃんけん、グーチョキパーじゃなく、グーチョキパーをロック、シーザー、ペーパー、あ、はいはいはい、石とハサミと紙に例えてやってました、はい、楽しそうでした。そうなんです。あの子供たちに大人気なので。大人気ですよね、はい、あの今、まあ、5名って言ったんですけど、はい、4名が、外国の方で、はいはい、でも1人は、その ALT とか、英語の授業をこう教える、日本人の先生の5名で、配置してます。なるほど、はい、ありがとうございます、はい。ではですね、はい、本題に入ります、はい。まずスポーツ庁が毎年行っているという全国体力運動能力運動習慣等調査というのは、どんな目的でいつ頃から始まったのか教えていただけますか。はい、この調査の目的なんですけれども、全国の子どもの体力の状況を把握分析することによって、子どもの体力の向上の取り組みの成果と課題を検証し、改善を図るために行っています。調査結果を分析して、学校における体育健康づくりの指導の改善に役立てているというところです。で、調査の対象については、小学5年生と中学2年生と
という、2学年に、渡って行っています。なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます。今のこのお話の中でこう小学5年生と中学2年生というのが対象と伺いましたけど、はい、それには何か理由とかあるんでしょうか。ですね、ごめんなさいちょっと分かんないんですけど、まあ、ちなみにですね、まあ、全国学力学習状況調査って、はい、いうあの勉強の方ですね、そっちは、小学校6年生がやってて、小学校6年生と中学校の3年生でやってます。まあそこと、まあ、1学年ずらしたのかなっていうのと、まあ、そこだけしか調査してないのかっていうところなんですけど、はい、あの実は、名前は違うんですけど、新体力テストっていうことで、全学年、同じ、調査項目で、調査してます、はい、なるほど。なので全国、その全国規模の調査としては、小学校5年生と中学校2年生だけなんですけど、富良野市独自で新体力テストっていうのを同じ、項目でやってますんで、はい、経年で、その体力の、成長の具合っていうのは分かるような形になってます、はい、そうですね、全校生徒でやってしまうとこう統計を取るっていうのがすごく大変だから、きっとこの何かでこう2学年、はい、はい、そうですね、はい、と思うので、はい、まあ、抽出して、小学校から一つ、ね、中学校から一つっていうことで抽出しているんだと思います。ただ富良野では全校でやってる、全校でやっていると、はい、いいと思います。はい、いいです、富良野はいい街ですね。 ありがとうございます伸び盛りの小学生中学生は体格もそうですけど、この体力の変化も随分違ってくると思うので、こう毎年調査していただけるというのは成長期の子供を持つ身としてはとてもいいことだと思います。ありがとうございますではですね、はい、次に体力を測定するにはどんな運動というのか、こう種目を行うんでしょうか。その種目ではどんな運動能力が分かるのかなど、具体的に教えていただけますか。はい、まあ、どういった項目を、種目を測定しているのかというと、実技、はい、8種目を行っています。で、8種目っていうのは、握力、それから上体起こし、それから長座大前屈、反復横跳び、20メートルシャトルラン、ここは中学生は持久走に変わる場合もあります、はい、それから50メートル走、それから立ち幅跳び、ソフトボール投げ、中学校の場合はこれがハンドボール投げに、変わってます。この8種目を、調査項目として、行っています。で、この他に、この実技8種目の他に運動習慣、生活習慣、食習慣に関する質問紙調査っていうアンケート調査みたいなのを、同時にやっています。これ私たち、私がそのもっと小さい時はもっと違うこともやっていたと思うんですけど、あ、そうでしたっけ。それはまた体力測定とは違うんですかね。あの立ったまま手を伸ばしてどこまで足の近くに手をつけれるかとかも調査したと思うんです、調べたと思うんですけど、ありましたね。それはもうやってないんですかね。それは座ったバージョンに変わったんですかね。いや、きっと長座大前屈がそうですよ ね、 ですかね。きっとそれがになったんでしょうね。でもやってましたよね。やりましたよ。私ちょっと体が硬すぎて、はい、あの機械までたどり着かず先生が慌てて定規を持っていたなっていうエピソードがありマイナスマイナスがつきましたね。先生走ってきましたね、1メートルの定規を持って。そうですか。ぐらい体が硬かったですね。30センチ定規じゃなくて1メートル定規。そこまではなかったと思うんですけど、うん、まあ、とりあえずそうですね。いや、なんとなく走っていきましたね。覚えてます、覚えてます。こう立った状態でこうそうです、立った状態でね、足の方に手をつけてっていうのが、そうですよ、ありましたよね。橋場さんと同級生ですから。あ、そうですね、橋場さんと橋場は同級生なので、はい、ちょっと同じようなことしていますねそうですね、はい、わかりました、はい、そんな8種目の他に、はい、アンケート
調査を行っています。はい、わかりました。思ったより結構たくさんの種目をやらなきゃいけないですね。そうですね、はい、だいたいこう分かってきましたが、ここからはじゃあ肝心のフラノッコの体力運動能力が全国ではどの辺の位置にいるのかっていうことになりますよね。はい、どうなんでしょう。はい、全国と比べるとですね、令和4年度の富良野市の児童生徒の体力の合計点っていうのが、はい、小学校中学校とも男子については全国平均を上回りました。あら、はい、はい、で一方で女子は下回りました。あら、はい、はい、でまあ細かく見ていくと、小学校については男子女子ともに、8種目のうち5種目で全国平均と同等もしくは上回りました。で中学校については、男子が6種目で全国平均を上回って、女子は2種目で全国平均と同等または上回るといった結果になりました。はい、これはもうちょっと突っ込んだお話をお聞きしますが、はい、これは例えば、はい、小学校は男子女子ともに8種目のうち5種目で全国平均同等または上回りましたという運動のことなんですけど、はいはい、何が上回ったのか、もしくは何が3種目ダメだったんでしょうか。これは、小学校5年生男子女子の話ですね。そうですね、はい、それでいくとですね、これ実は今月3月の広報にも、記事で載ってるんですけれども、はい、小学校5年生男子でいくと反復横跳び、ソフトボール投げ、立ち幅跳び、20メートルシャトルラン、握力、この5種目で、全国を上回ってます。なるほど、はい、で女子、小学校5年生女子の方は反復横跳び、ソフトボール投げ、立ち幅跳び、20メートルシャトルラン、握力、こちらも同じですね。あ、こちらも同じですね。男子と同じ種目で全国平均を上回っています。そうなんですね、はい、ここちょっと広報を見ていただけるときっとより分かる図が書いてあるの で、はい、ぜひ見ていただきたいですね、はい、でもやっぱりフラノッコの運動能力がこう全国平均を上回っているっていうのは結構というかですね、まあちょっとすごく嬉しいですよね。ではですね、身長とか体重といったこう体格面でのフラノッコは全国と比較してどんな感じになっているのでしょうね。体格についてなんですけれども、はい、小学校男子女子、中学校男子女子ともに身長と体重で全国平均を上回っています、うん、はい、で、一方で肥満傾向の出現率については小学校男子女子ともに肥満傾向時の割合が全国平均よりやや高い、中学校男子女子ともに肥満傾向時の割合が全国平均よりやや高い、中学校男子女子はともに中度肥満傾向の割合が 10% 程度と全国平均をこちらも上回っていると。あららららららら、ら富良野には美味しいものがいっぱいありますよね。こうメロンとかスイカとか、うん、でね、何でも美味しいんですよね、うん、とか言って笑ってばかりはいられませんよね。そうですね、ですね、これこう単純に肥満って、言われるとなんか太ってるっていうような形に捉えられるんですけど、はい、まあ、身長も高いがゆえにそういうその体重が重ければ肥満傾向っていうふうに、はい、ここの調査では出ちゃうので、はい、一概にただ太ってるっていうよりかは、まあ、身長も大きい子が北海道富良野は多いっていう。なるほど、はい、なのでこれ北海道全体の傾向がそうなんですよね。全国に比べて、大きいんですね北海道全体が。はい、そうか、じゃあ肥満度は別に身長、その人の身長と体重で合わせた
計算したものが出たわけじゃなくて体重全部で、そうなんです、こう計算した結果、はい、北海道は高い、そうですね、まあはい、だから一概にあの太ってる方が多いっていうことではないんですけど、まあ、そういう、まあ、難しいですね難しいですね難しいですね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。フラノッコの体力運動能力の現況がよく分かりました。ではここで一息入れましてブレイクタイムを取りたいと思います。後半では前半でお話しいただきました体力測定の結果を踏まえてこれからの取り組み方について伺っていきたいと思います。後半では体力測定の結果を踏まえてのこれからの富良野市の取り組み方などをお聞きしていきたいと思いますが、その前に私事になるかもしれませんがお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、もちろんです今年中学1年生になる息子のことなんですけど、というよりこう同学年の子はみんな同じなんですと思いますが、まあ、6年生なんですけどね今、うんうん、このコロナの影響で小学校で一番成長期であっただろうこの3年生から6年生という時期に体育の授業や運動会など、うん、マスク姿の変則的な形で過ごしてきたことが、はい、やっぱりちょっとすごくかわいそうだなと思うんですよね、うんうん、こう体力測定にはその辺の影響というのが年度別の統計で現れているとかそういうことはないんでしょうか。いえ、おそらくあるんではないかなというふうに、考えてます。今回の調査のアンケートの中でも、約4割の児童生徒がコロナの影響を受けて、運動やスポーツをする時間が減少したっていうふうに回答していまして、はい、体力低下の原因にもなっているんではないかなっていうふうに思ってます。そうですよね。いや実際 うちもあの小学生の子供3年生いますけど、はい、ねやっぱり運動会も縮小して、縮小でね午前中だっけいつもお弁当午前中やってお弁当食べてお昼もやってとかなんですけど、なんか学年ごとで入れ替わりとか、お弁当なんかはもちろんなくて午前中で全員さよならとか、そうですよね、いろいろなことをしてなんとか学校側も見せてあげようというか、そうですね、はい、あげようとしてくれてるのとても分かって、まあ、やってもらえて嬉しいんですけど、特にうちの学年はとっても人数が多くて、もう教室はちょっとキッチキチなので密になる感じですよね。そうですね。なので5年生6年生4年生もですかね、はい、まあ、もうあの教室は1回も使ってなくて、あの例えばどこですかね、大きな会議室を教室にするとか、図工室を教室にするとか、一番あのコロナがひどかった時は体育館を教室にさせていただいて、はい、あれはでも良かったですね。すごいみんな広くあの使えて、でなんかちょっとシュールなんですけど壁に習字とか貼って、でなんか給食の時間は黙食なので、はいはい、なんかスクリーンを下ろして、あの映画とかこうみんなが静まって見れるようなものを流してもらってなどの、まあ、そういう、ね、時代もあったなと後で振り返って、ね、あのそうなんだって思って、いやあれですよね、大木山、はい、大木山ですよね、そう大木山、はい、そう臨時休業のね、時もありましたから、があった時に、はい、うん、はい、そうですよね、大変でしたね、大変ですよね、大変、学級閉鎖からの臨時休校になったので、はいはい、いや、うん、学校もいろいろとあの工夫してくれて、こうオンライン授業だったりとか、いや、そうですね、うん、あの分散したりとか、はい、あのそれぞれ工夫してあのやってはいたんですけど、とはいえですよね、はい、そうですよね、はい、うんうん、やっぱりできなかったことが、うん、は多いですよね、はい、いやその影響はあるんじゃないかなっていうふうに自分も思います。でもこのですね、またこの運動にはちょっと関係ない話なんですけど、小学4年生の時に、あの演劇祭という、はいはい、平野で演劇祭というのを行ってるんですけど、はいはい、それにあの私の学年だけ出れなかったんですよ。で私演劇講座の舞台に子供を立たせるっていうのは本当に楽しみだったんですよね、うんうん、だけど
立てなくて、うちの本当うちの学年だけなんですよ、立てなくて、うん、そっか4年生から悲しくて、ああですが今の校長先生があの時の私たちの演劇祭ということで、うんうんうん、6年生になって扇山小と東小学校と2つの学校を合わせて、うんうん、こう立たせてくれたんですよね、はい、私も感動しましたね。あ、もうなんかね、コロナのこうちょっと静まってる時を見計らって、うんうん、行ってくれて、ちょっとみんなも楽しみにしていた舞台に立てたっていうのは、それから学校側もすごいたくさん努力してくれてありがたいなと思いますね。そうですね。いや、なんかきっとマスクしてとかですよね。はい、まあ、いろいろこう制限もあったけど、そうですね、うまく工夫してやってます、ね、マスクはついてしまったけど、うん、いやでもそれでも立つのには、ね、いやそうですよね、いろんなお客さんに見られての立つことは多分すごい成長につながると思うんですよね、うんうんうん、いや、そうか、そんな話に行ってしまいましたがいやでも本当、まあ、そういう経験やっぱり貴重だなって思うので、いやそうですよね、運動に関してもやっぱ運動会だったり、ね、学年またいでの種目だったりも通常だったら、はい、あったと思うので、そうですよね、はい、まあ、そういったその学年間のコミュニケーションだったりとかも、はい、なかなか取れない状況が続いてたので、はいはい、そういう意味では、まあ、体力の面だけじゃなく、まあ、いろんな面でこう弊害はあったのかなっていうふうに感じてます、はい、そうですよね、うん、ありがとうございます。ではそのコロナ関連でもう一ついいですか、はい、こう授業などでタブレットを使う機会が多くなってきたのと、その流れなのか、こうテレビゲームなどで遊ぶ機会が多くなってきてるんですよね、うんうん、このそれは子どもたちの体力に何かしら影響があると思うんですけど、志賀さんはどう思われますか。はい、まあ、ご家庭ではうちの子もそうなんですけど、もうゲームに取り憑かれたようにやってるんですよね。そうですよね。はい、もう、はい。なので、まあ、家ではゲームはこれまでも多分やってるとは思うんですけど、はい、その他に学校でもうタブレットを使う機会っていうのが、まあ、かなり多くなりました。はい、で、はい、1日に、本当毎時間ぐらい使う、学年もあるし、まあ、そういった、風に学校も変わってきてるので、授業も変わってきてるので、ね、はい、まあ、メディアというかスクリーンをこうタブレットを見る機会っていうのは、時間っていうのはかなり増えました、はい、なんかノートに書くこともあるんですけど、ノートを、はい、黒板書きを写して、うん、ホワイトボードを写して、はい、なんかそのタブレットに収めてくるとか、はい、なんかいろいろちょっともう画期的すぎて私は全然ついていけないんですけど、いやすごいですよね、すごいですよね、いろいろ学校側から宿題をネットでもらって書いて出すみたいな、はいはい、あ、なんかもう鉛筆の時代は終わったのかしらと私は思いながら、そうですね、本当文房具のように今は使っていて、ね、まあ、一応、まあ、ただタブレットだけじゃなくて、はい、まあ、紙も教科書も紙で使ってるし、ノートも使ってるので、まあ、いいとこ取りしながら、ね、はい、タブレットのいいとこ、紙のいいところを、今、まあ、使い分けながら、はい、まあ、試行錯誤の段階ではあるんですけど、うまくこうミックスさせて、やっているっていうような状況ですね。確かにそのタブレット画面を見る時間っていうのは増えたと思います、はい、でも1年生で考えたら、はい、先生がスクリーンに教科書とかをバーンとそのタブレットの、はい、タブレットでの教科書を出してくれて、はい、そこに字とか線とかを引いてくれて、うん、それを1年生が生徒たちがノートに書くとか、うんうん、すごいなんか分かりやすくなったと思うんですよね、うん、その辺はすごいいい点だなと思います、うん、はいはいはい、黒板とか昔なんて言うんですかね、なんか光輝いて、うんうんうん、教科書とかを摂写して写す、うん、
はいはい、OHP な OHP って言うんですかね、いやなんだっけ、なんかそういうのですごい見づらい教科書折り曲げたようなやつよりも、うんうん、タブレットですごい綺麗で、うんうん、そこに赤線とかでこうビーッと書いてくれたりしてすごく分かりやすいなってこの間参観日で思いました、うんうん、はいはいいやそうですよ ね、あのすごい工夫してくれていて本当に、はい、どん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 進化してると思います授業は今スクリーン、ね、そうスクリーンを見る機会がちょっと増えた、ね、はい、ね、うん、まあいいところもあるんですけど、あの視力が低下するとかっていう、はい、あの懸念もあるので、そこはあの、まあ、時間をこう制限したりとか、はい、まあ、ルール作りですね、ルール作りだったり、まあ少しこうなんか学校でも、はい、あのこの今日はあのゲームやスクリーンを見る日を減らそうみたいな日をこう、はい、作ってくれたりしてますよね、はい、アウトメディアってなんかそうですよね、はいはい、なんか律儀にうちの子供たち守ってますね、あ今日はこの日だから見ないみたいな、素晴らしい律儀です素晴らしいですね、なんか兄弟で話し合って、うんうん、あのやめてました、うんうん、そんな日もあっていいですよね、いやそんな日もあるのもいいと思います、そうなんですよ、なんか、うんうん、でフラノ市としては、運動食事休養および睡眠の健康三原則の大切さについて、はい、まあ、学校家庭地域、行政が一体となって取り組みを推進していきたいと考えています。で具体的に何をやるかというと、新体力テストの実施と指導体制を確立すること、それから体力向上に向けた具体的な数値目標の設定、それから体力向上のための資料を廊下に掲示、それから休み時間の活用とイベント化の工夫、それから体を動かす時間を作る日課の見直しといったようなことを考えています。各学校独自の一校一実践の積極的な推進や規則正しい生活を定着させるための、生活リズムチェックシートを使って家庭と連携した取り組みも進めていきたいというふうに考えています。それから地域の教育力を活用した体育的活動の充実を図っていきたいと思ってます。ちなみにこの生活リズムチェックシートというのはどういったものなんですか？はい、ですね、こう毎日、まあ、日記みたいなもので、寝る時間だったり起きる時間だったり、はい、勉強する時間だったり、まあ、そういった、記録をつけていって、まあ、生活習慣の改善につなげるベースとなるものを作っていくというものです。 なので、まあ、保護者のというか親の協力も必要不可欠なので、はい、ぜひお願いしたいなと思います。なるほど、分かりました、はい、まあ、これからは気候も良くなりますし、うん、こうマスク生活も少しずつ緩和されていく傾向にあるみたいなので、うん、こう児童生徒だけでなくこう私たちも体力向上のために外へ出て思いっきり体を動かす生活を取り戻したいものですね、うん、はい、いや動かせるかな。なんか橋場さんなんかやってるんですか？やってません。なんかチャレンジしようと思うこととかなんかある？チャレンジしたいことですか。うん、難しいこと聞きます。そうですね。あの下の子がフラダンスをやっているので、はい、あのチラッと後ろからついて踊ってみたりはしてますね。結構あれどうなんですか？あのあれ楽しいんですよ。汗もかく。あれは汗もかきますね。なんか意外に簡単に踊ってるように見えて、こう手話のように、うんうん、あのフラダンスにはあの踊りに意味があるので、それを考えて見てたら私は号泣しましたね。そうなんだ、すごい世界なんですよ。フラダンスのことを語ってしまいましたが、あでもいいですね。子供と一緒になんかやるっていう。そうですね。で上の子はもう空手をずっとやっているので、あへえ、まあ、そこも体重はありますけど、まあ、週3がっつり汗を流しているので、まあ、身長もあるし、うんうん、まあ、そういうところとかもまあ関係したりしてるのかしらといろいろ思ったりもしますが、いいですね。私の
健体力向上も話しましたけど志賀さんは一体どのようなことをしていらっしゃるんでしょうか。いや自分はですねずっとコロナ禍になって、はい、唯一続いてることがあって、おすごい、腕立て伏せを毎日やってます。あすごい。ちなみに何回ぐらい。50回なんですけど。お、はい、すごいじゃないですか。ちょうどこう続けられるこうギリギリのラインっていうか、これ以上多くても多分続けられなくて。そうなんです。これ毎日欠かさず。これ毎日欠かさず。あ素晴らしい。そうなんですよ。これだけ本当唯一。あと他何も続かないんですけど。何一つ続かないですけど、これだけなぜか、はい、いいですね。そうなんです。腕立て伏せとかスクワットとかすごくいいって聞きますよ私。いやそうですよね。だからやりますか。やりませんどうしてちょっと腕立て伏せはちょっとダメですね。そうすか。違うことに励みたいと思いますフラダンスで、ね、フラダンスね。子供とフラダンス。フラダンスもですね、私入ってるわけじゃないので後ろでこっそり踊るっていう、はい、子供がメインなんですよ。はい、そうですか。うちの子供一人しかいなくて、あと大人なので。そうですか。大切にされてますそうそうだね。そうなんです。なるほど。はい、まあ、あとはですね自分がやってるわけじゃないんですけど、子供たちにタグラグビーを教えてもいなくて、まあ、大会をこう主催したりとか。学校とかでやってるやつですか、それとはまた別に。そう、学校では練習とか多分してると思うんですけど、はいはいはい、その、まあ、大会を企画して。志賀さんが企画するんですか。そうなんですよね。まあ、ラグビー協会の方で。もちろん志賀さんはラグビー部花園出場ですからね。すごいんですよねここは言っとかないとしっかり。いや今そこはいいんですいいんですけど、その子供たちタグラグビーね、すごく、はい、運動量すごく多いので、体力作りにはすごくもってこいかなっていうふうには思ってます。そうですよね。うちの小学校でもたくさん多分タグラグビーやってる子多いと思うんですけど。そう、扇山でも今すごく盛り上がってて。そうですよね、はいはい、もうこの間も全道大会あったんですけど、はい、すごい。そんなところまで行くようなレベルの。もうそうです、そうです、はい、すごいですね、うん、そうなんですよ。じゃあ子供たちはだんだんともう運動したりとかいろいろできることを、うん、そうですよね。大会もなんかあまり制限されなくなってきたので。はい、はい、いいですね。これからどんどんまた徐々に運動できるようになることを願って、はいはい、やる機会が増えていくといいなと思ってます。そうですね、はい、じゃあそんなところで最後に志賀さんから富良野市民にぜひメッセージがありましたらお願いいたします。はい、まあ、暖かくなってきたので外に出るのが気持ちいい季節になってきました。はい、まあ、自分の子供たちには外に遊んでこいとかってこう言うんですけども、まあ、その前にこう大人も自分が実践することが大事なのかなと。そうですよね、思ってます橋場さん、はい、なので今日から僕も、はい、毎日走るか何かしたいと思います。あ、言いました、はいはい、なので、まあ、市民の皆さんにというか、はい、自分ちょっとでも運動したいですね。そうですね、はいはい、皆さんも一緒に頑張りましょうということで、はいはい、ありがとうございました、はい、では今日の元気はつらつまちづくりは富良野っ子の体力と運動能力というテーマでお話をお聞きしました。ゲストは富良野市教育委員会教育振興課学務係長志賀光さんでした。志賀さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。